皆さんこんにちは。今日は老廃物排出を促すデトックスヨガを行っていきます。無理をせず自分のペースで行ってみてください。それでは始めていきます。まず安楽座の姿勢で座っていきます。かかととかかと、おへそが一直線になるように、両方のお尻の座骨をしっかり床についていきます。背中はまっすぐに、少し後ろの壁にもたれかかるようなイメージで、顎は軽く引いて、呼吸が通りやすい道を自分の体の中に作っていきます。ヨガの呼吸は鼻呼吸です。まぶたを閉じて、ただただリラックスした心地のいい呼吸を続けていきます。外側に向けていた意識を内側に集めていく。そして自分の中の空間を広げていきます。少しの間自分の内側に意識を向けていきます。はい、では次の吸う息でゆっくりとまぶたを開け、ここから動いていきます。両足を前に伸ばして長座の姿勢になります。まずは右膝を自分の方に引き寄せて、両手で足の裏をキャッチ。吸う息、背骨上に持ち上げて、吐く息、右足前の方へ伸ばしていきます。この時背中丸まってしまう人は膝を軽く曲げて、背骨はまっすぐ中心にあるようにします。肩は力まないように、首と肩遠ざけて、目線は足先です。では左右に揺らしていきます。真ん中で動きを止めて、吸ってもう一度アップ、吐いて右足、左太ももの外側に置いていきます。骨盤を立て、左肘を右膝に引っ掛けて、右手はお尻の後ろに。吸って背中まっすぐに伸ばし、吐いて右にツイスト。伸ばしている左足、つま先は天井です。お腹の内側から胸、そして肩とねじっていきます。内臓にたまった老廃物排出してくれるねじりのポーズです。では上体を戻し、足もほどいていきます。今度反対側やっていきます。左膝を自分の方に引き寄せて、足の裏キャッチ。吸って背骨まっすぐに積み上げ、吐いて左足前に伸ばしていきます。背中丸まってしまう人は膝を軽く曲げ、足先を前に押し出していく。頭頂からお尻まで一直線になるように。では左右にゆらゆら。真ん中で動きを止め、吸ってもう一度チェストアップ。吐いて左足、右の太ももの外側についていきます。右肘を左膝に引っ掛けて、左手はお尻の後ろに。吸って背骨まっすぐに伸ばし、今度吐いて左にねじっていく。背中は長く、吐く息のたんびにツイスト深めていきます。では上体前に戻して、一度膝を緩めます。そしたらここからダウンドッグに入っていくので、まずつま先を立てたチャイルドポーズの姿勢をとっていきます。かかとの上にお尻を預け、両手を遠くに伸ばし、おでこを床についていきます。まずはダウンドッグのポイントを伝えていきます。両手は大きくパーに開いて肩幅についていきます。指先はまっすぐ前に向くように。そしてダウンドッグ、背中を伸ばしたいポーズなので、この時点でまっすぐな背中を作っていきます。一度大きく吸っ
て、吐いてお尻持ち上げてダウンドッグです。まずはかかとがつかなくても膝が曲がっていてもいいので、お腹をぐーっと引き込み、手首からお尻までまっすぐに伸ばしていく。最初は少し足踏みを入れながら、少しずつ膝を伸ばしたりかかとを下ろしたりしていきましょう。そして足先、手先が外を向いたり内側に入ったりしないように、まっすぐ前を向いているか確認します。大切なのは一定のペースで深い呼吸を繰り返すこと。お腹を引き込んで背中をまっすぐに伸ばしてあげることです。はい、では次の吸う息、右足高く持ち上げます。つま先一番高い位置。骨盤横に大きく開いて股関節ストレッチしていきます。吐いて膝胸に近寄せながら、手と手の間に一歩。右足はかかとの真上に膝が来るように、足幅少し調節します。両手は指先だけ床についてカップハンズです。後ろの膝まっすぐに伸ばして、吸って背骨まっすぐ、頭からかかとまで一直線です。吐いて腰下に沈めていく。見た目は変わらなくて大丈夫です。目線斜め前の床、ローランジ、頭からかかとまで一直線です。では左足、足の裏を床についていきましょう。足先は斜め45度に。コアを使いながら吸って両手回し上げるように上体を起こし、両手肩の高さ、吐いて右膝踏み込みます。ウォーリアー2、戦士のポーズ。右の膝は90度、目線まっすぐ前を見つめて、骨盤の真上に背骨がまっすぐに積み上がっていきます。では左手を太ももに、吸って右手を持ち上げ、吐いて上体後ろに倒していく。この時右膝浮いてきやすいので、しっかりと踏み込んだまま右の体側を伸ばしていきます。はい、ではもう一度ウォーリアー2に戻ります。そして両手をマットの前に戻し、横に向いていた骨盤も正面に向けていきます。では左足、膝をつき、足の甲も寝かせていきましょう。両手を膝について、ゆっくりと上体を起こしてきます。まずは骨盤まっすぐに立てて、お腹と太もも引き離していくイメージです。吸って両手前から大きく回し上げ、吐いて右膝踏み込みます。足の付け根、鼠径部を床に近づけていく。吐く息、腰を下に下げていく。反対に吸う息、上半身は柔らかく上に伸びていきます。余裕がある人、背中少し後ろに反らせて胸も開いていきましょう。はい、では両手を床に下ろし、右足後ろに引いて、一度チャイルドポーズでお休みしていきます。お尻をかかとに、そしておでこを床について、一度全身の力抜いていきましょう。お腹にたっぷりと呼吸を入れていきます。はい、ではまたダウンドッグに入っていくので、呼吸が整ったらつま先を立てていきます。両手を大きく広げてまっすぐ前に伸ばします。手で床を押しながら一度大きく吸って、吐いてお尻持ち上げダウンドッグ。膝曲がってもいいので、手首からお尻まで斜めに伸ばしてあげる。両手でマットを前に押してあげて、足の方にも体重かけていきます。呼吸苦しい時は一度口から吐いてみましょう。はい、では反対側をやっていきます。吸って左足アップ、つま先一番高い位置、骨盤横に大きく広げて、
吐いて膝を胸に近づけながら手と手の間に一歩、届かなかったらしっかりマットの前側まで歩かせます。そして左足はかかとの上に膝が来るように、後ろ足まっすぐに伸ばして、両手はカップハンズ、吸って背骨まっすぐに、頭からかかとまで一直線に伸ばします。吐いて左膝軽く踏み込み、腰下に下げていくローランジ。では右足、足の裏を床に下ろし、足先斜め45度、しっかり床を踏んでいきます。吸って両手回し上げるように上体を起こし、吐いて左膝踏み込みウォーリア2です。両手は床と平行に、左膝は90度です。上半身前にも後ろにも引っ張られないように、骨盤の真上に頭が来るようにしていきます。はい、では右手を太ももに添えて、吸って左手天井、吐いて上半身後ろに倒します。左膝はしっかり踏み込んだまま、指先遠くに、体側を長く伸ばしていきます。伸ばしている体側に呼吸届けていきましょう。では吸って起き上がり、一度ウォーリア2に戻ります。両手をマットの前に下ろし、後ろ足膝を下ろして、足の甲も寝かせていきましょう。コアを使って上体を起こしていきます。まずは骨盤をまっすぐ正面にしっかりと立たせていきます。では吸う息、両手前からアップ、吐いて左膝踏み込みます。腰を下に下げていく、足の付け根、鼠径リンパを伸ばしていきます。吐く息で骨盤は下に下げ、吸う息上半身は上に伸びていきます。アンジャネアサナ三日月のポーズ、余裕がある人は背中反らせて胸も開いていきます。では両手を床に下ろし、左足後ろに引いてチャイルドポーズ、全身の力を抜いてお休みします。呼吸しづらい人は一度口から大きく吐いていきましょう。起き上がる準備ができたら、両手を顔のそばに置いてゆっくりと起き上がりましょう。今日のレッスンはこれで終わりになります。最後まで見てくれてありがとうございました。